60式装甲車は第二次世界大戦後に開発された日本初の装甲人員輸送車である。陸上自衛隊で運用され、運転不元だけでの災害派遣や PKO 派遣に使用された。2006年に全者が退役している。第二次世界大戦後、アメリカ軍から武器供与を受けていた自衛隊は、 戦後の混乱期を脱し経済的に安定してきた1950年代末頃から装備の国産化を計画した。アメリカ軍から供与されていた装備が日本人の体格に合わず使いづらいことや国内の道路の整備が遅れており、アメリカ軍から供与された大柄の車両では運用に支障が出るなどの問題があったことも国産化を後押しした。1960年代に入り、 60式自走無反動砲や61式戦車、64式 7.62mm 小銃など、国産装備が正式化され、各部隊に配備が始まった。本車両もそれら戦後に開発された、国産兵器の一つであり、合計で428両生産された。装甲兵員輸送車として不評に対して戦車に、追従できる、機動力を与える目的で開発された。 選手防衛を掲げる自衛隊には日本国内だけの運用を想定したため国内の道路事情が考慮されている。開発が正式にスタートしたのは1956年で当時の防衛庁が三菱重工業と小松製作所の2社に対し兵員輸送用装置式装甲車の開発を要求した。この車両には市政56式装甲車の名称が与えられ、 小松製作所の試作車は、I 型、三菱重工のものは、通型と呼ばれた。翌年の1957年には、三菱重工業と小松製作所で、各一両ずつの試作車が完成した。各種試験の結果、小松製作所の試作車は、前方部分に搭載されたエンジンの排気や、放熱の影楼によって、視界不良になる問題が発生したため、 第二次試作車の設計は、三菱重工側が担当し、1959年に三菱重工業が製作した試作車、2型が完成する。小松製作所の試作車の反省点を踏まえて、エンジンが車体中央部左側に移されており、12.7mm 重機関銃 M2 の取り付け位置も変更され、操縦席と後部兵員室が通路でつなげられた。 翌年の1960年に、通型に若干の改良を加え、60式装甲車として正式化された。車体後部には、向かい合わせに左右各3名分のベンチシートがあり、隊員6名を収容できる。小銃を備えるガンラックもあるが、当時は64式 7.62mm 小銃が採用前だったこともあり、7.62mm 小銃 M1 専用のもので、 64式小銃や89式小銃が採用された後も、体液まで変更されていない。車体の前面には、7.62mm 機関銃 M1919 が配置され、車体上部のハッチ部分には、12.7mm 重機関銃 M2 が搭載可能となっている。車体は筋質圧炎鋼板による溶接箱型構造を採用し、 普通化単位を小銃弾や砲弾の破片から防護するには十分な強度を持っているが、水上移動のための浮き構成はなく、NBC 兵器に対する防護装置は持たない。60式装甲車の生産は1972年度まで続けられ、計4 2 8両が完成している。派生型の車両として、 車体後部に迫撃砲を搭載した60式地層8 1トル迫撃砲や60式地層1 0 7ト、mm、ル迫撃砲のほか、試験的採用に止まった化学防護車がある。1980年代の後半から車体前面基準を74式車載7 6 2ト、mm、ル機関銃に更新する回収作業が行われ、この回収を受けた車両はよりかどばったマウントによって 容易に識別可能である。1973年からは、後継者である73式装甲車が、正式採用され、1996年に、総輪式の96式総輪装甲車が配備、されている。第101装甲輸送隊所属の60式装甲車富士演習場にて、アメリカ陸軍との共同演習である、オリエントシールドに参加した、際の写真。 オリエントシールドに参加する60式走行車車体の前面上部には 7.62mm 機関銃 M m 1 9 1 9が設置されていて奥には61式戦車の姿も見える。ありがとうございます。